けしてます。恥ずかしい。あいた勝浦担々麺や梨が美味しかったなど千葉県内の旅の印象を思い出しました。これに対し森田知事は今後も千葉の魅力を伝えてくださいと述べました。このモニターツアーは日常的にツイッターやフェイスブックなどの SNS を使う若者の情報発信力を活用して千葉の魅力を伝えてもらおうと県が企画しました。県は台湾から千葉を訪れる観光客は2012年から増加していて今後も台湾からの観光客をさらに増やしたいと話しています。